めっちゃオープンって感じですね。今日ですもんね。じゃあ待ってお前どうなってやんねん。いつの世話になったんだ。ここか。ここね。ここね。はい、到着。はい。これ入り口に感じじゃない。あ、入り口に感じじゃない。でも1階の人のあれだと。ここの2階。何もない。入ってないところ。まだ何もない。わあ、昔ながらのエレベーター感するでしょ、匂いも。あ、これをね、多分下の人が増えたのが、明日置いとくねって言ってたから。置いとく。すごい、すごい。入り口封鎖ぐらいで。ここも看板をつけるじゃんね。看板ね、ここね。あ、この看板つけて。ここ。一応したのね。ごめん、今、ガロンとかこのまま。さっ、最後ね。ギリ寄りそうや。大丈夫か。はギリ寄りそうや。ねえ、目につけてよ。それ言われたら嫌なんだけど、見よう。ほんと高かったですよ。すごい。さあ。お、広いね。まあ、まだ綺麗な方だと思う。お、綺麗じゃん。クロスはクロスは、もうこのまんまやるの。知り取るの？そう、知り取るって。その、多少の知り取るとあっちの知り取る違うからね。もう10万とか、俺、できるじゃん。本当に？ 10万ぐらい。こっち、こっち。ママ、クロスや。あ、そうなんだ。それ以内ですよね。まあ、ちょっと広さとかにもよるけど。だってあんだけヤニがついてるもんね。ここから出ればそうだからはなかなか狭いでしょ。確かに。ここ。お、なんかここのサイズで高くなった。あ、じゃあ電球はどこ？750。もういわゆる電球100ぐらい。はい、それぐらい。よし。はい。うん、60ちょい。620って言ってた。620。2700また。始まったよ。T シャツ作ってたもんね。マジで？張り切って。は？張り切って。そんなに変わってたの？最初。みんなに言われた。順番が違う。順番が違う。T シャツなんかずるい。ステッカーとかね。そういうのやった。あ、家電って書いてある。右。生活家電。向こうにあるんじゃん。あった。暑いの。難しい。120。あ、冷蔵か、冷蔵かしてる。冷蔵いい。冷蔵いい。冷蔵こんな高いんだ。これしよう。なんか、かわいなんか買ったのか。そうしよう。そうしよう。な、これなんか。何欲しい？あ、これ？あ、でも、言うならば。ガス代は。え？ガス代？ガス代？ガス代？毎月、毎月。毎月。毎月ね。毎月ね。あ、これ。これだけでも。オートだろ、今。あんまりない。こだわってしまう。そう。畳に焼くな。両面焼くと畳に焼くから。そう。大丈夫だ。全部？うん。両面下から上からみたいな。無理や。無理だよ。頑張るんだから、料理。スケジュールの中、2品ゲット。視聴者の人に何のことなんだろうと思うかもしれないですけど、なんでってなってただ見継ぐだけのおじさんみたいな。見継ぎおじさん。そうそうそう。44だから。44？ 何月前？8月。もうすぐか。もうすぐか。もうおばさんに今日さらにコンロまで4万円かっ。でも5%引きだよ。5%引き。大将のメンバーのこと。店の名前決まったって言うか。うん、決まった。何て名前？キミハウスです。キミハウス。ちょっと待った、なんかパクリ。もろパクリ。パクリや、本当に。本当にキミハウス。可愛いからキミハウスとかに T シャツ作っちゃって。スナックを、まあこの年でやっぱね、頑張って一回店出そうっていう。で、まあその店に今日初めて中入らしてもらって、で、今後ちょっとオープンまで、はい、ちょっと追いかけていこうと思いますので、はい、あ、じゃあ誕生日過ぎてからなんだ。45になってから、そう。オープンだ。そう。
こんにちは。もういいです。こんにちは。こんにちは。絶対返してくれる坂本さん。今日がオープン日なんで、イベント。オープン。じゃあ、今から行きたいと思います。行くのかな？はい。ついてきてください。えい、えい、おー。ちょっとやっぱ、えい、おー。ちょっと後ろの二人よくわかんないんで。見ろ、半端なノリはいらん。もう前に合わせて事故っちゃった。もっと振り切らんと。やりきらんといかんってことですね。じゃあ、せーの。えい、えい、あーやばい人じゃないですか。頭悪い。もうでも場所はいい場所だよな、もうな。めちゃくちゃいい場所だと思う。いいかな、これ。今、東海通りの店を紹介したらこれいいんで。うん、場所は行ってみる。まあそうだね、地下鉄の駅あるからね。この地下鉄東海通り駅ですね。まあ一応プレオープンがなんかで一応俺案内来とったけど、3日4日前からプレオープンしとったんだろ。そう、ミオにもくれたけど、うん、行ってないけどね。ミオも行けてない。俺も怪我が一番ひどかった時なんで行ける状態で。タイミングね。すごい、めっちゃなんかオープンってこんな感じなんだね。キミハウス、ここもついにキミハウスついたからね。前なかったのに、ここにもあるし。キミの家だよ。あ、キミハウスなんだ。キミハウスなんで、なんで名前変えるんだっけ。わかりづらいよ。あ、こんにちは。いいですか、入って。こんにちは。わ、すごい。すごいよね。かわいい。キミになったやん。綺麗でしょ。化粧する。化粧するよ。早いって本当マジで。お疲れです。私ゆっくりお願いしますから。まあいいわそれぐらいならとか言って。めっちゃオープンって感じですね。今日でしたもんね。おめでとうございます。お父さんがお父さんやってくれました、うん、私のお父さんが、うん、この壁紙ですか。えこの壁紙ですか。壁紙と床も。ここ、こっち、はい、こっち、うん、こっち自分で出しました。お床自分で出した。さらにしつけや。上ですかこれ。なんでこれオープンを、うん、お父さんは何名前なんていうの。あ、ケイコです。カメラ映っていいですか。 YouTube 映っていいですか。あ、全然いいですか。あ、大丈夫。でもめっちゃ T シャツかわいい。これかわいいよね。キラキラ。向こうもかわいかった。これいいね。そんな良かったのプレオープンは。いや、身内ばっかりだもん。あの、手伝ってくれた人とすごいいろんな人協力しましたからさ。 あれが噂の冷蔵庫じゃないですか。そうですそうです。コンロすごい入ってますね。間に何か入れたじゃん。すごいいい感じになってるじゃん。映して映して。あ、でもまあいい感じだよ。でもなんかコンロありがとう、よかったとかって聞こえたな。そうそうそう、本当にね、助かっとるよ。な、本当。もうだってこれ何引き戸、これ動くの。あ、すげえ、これすげえ、すごい。下に置いても絶対取れるもんね。え、そう、西尾から来てくれた。あ、もともと西尾住んどったもんね。西尾から今通ってらっしゃるんですか。そうなんです、こういってもんです。すいません。そう、仕事しながら。もうお姉さんもスタッフとして。そうそう、うん、じゃあ夜帰るとき大変ですよね。あ、でも飲まないけど。あ、お酒飲まない。飲めない。全然大丈夫。ちょうどいいよ、いいのに。俺らもそうだ、坂本ちゃんがおることになるバランスだと思う。ああ、ありがたいよね。感謝しとるでしょ。感謝しとるでしょ。まあまあしとる。まあまあじゃ、だいぶしていてほしい。でもね、でもどこいても割り勘だよ。おかしいよね、それ。別でしょ。で、ちょっとたまにさ、母ちゃん、あのゴルフバッグ買うんだったら、うん、ちょっと、じゃあそれ譲ってよって言ったら、よく二人は。せこっ。うわ、超せこっ。割り勘ばっかりなんですよ。せこってお前どこでやってちゃったってことだろ、お前。お前めちゃくちゃ怖えよ、女だよ。そこでここ、俺ここ。いや、床やってくれんかったのまだ行く。床の恨みはちょっと大きすぎ。何よ、まあ。すごい、もうお酒ももう完全に歌って。今日全部行きます。やれます。ご飯美味しいよね、まずちょっと早まって。めっちゃうまいから。本当だ、じゃあちょっと一口しな。ご飯ね、炊飯器めっちゃいいやつだ。炊飯器がなんかいいやつなんだ。そう。炊飯器は違うんだ。そう。清水の舞台から飛び降りる覚悟で書いてました。すごい、え、すごい、おいしそう。すげえ。あ、全然私は大丈夫です。よく噛んだ。そんなにか。あれ、冷めると思うんでまた甘いの。うん、確かに全然甘い。うまい、甘い。こんな普通の、あの
すげえ。米は何いいやつ買ったの？普通の米、全然。普通のお米でも美味しく出来上がるじゃないですか。めちゃくちゃうまい。めっちゃいい米だったらめっちゃうまいと思うんですよ。あ、なんか水分めちゃあね、これね、今日はもっちりもっちりだよ。じゃあ俺は米差し入れ作るわ。うえーい。何キロぐらい？10キロぐらい。毎月？毎月？毎月？めっちゃうまいです。でさ、ご飯粒が美味しい店って言って出してもらって、ご飯粒が売りなんですか？甘いだからあのいスナックのはずなんで米が入れてくるんですか？はい、じゃあちょっと宣伝ないですか？何曜日やつ決まってない。ぶっ通しあるよ。ぶっ通しあって一応休みなし、今のところは。あとね、12から15は休まない。12から15は、ね、でもそれ以外はやろうと思って、そこからぶっ通してとりあえずやってみて、いつがや何暇なのか見てみて決めようかな。あ、何曜日に来るコーンがあるんで、もう結構暇前やん。まあそうですよ。そうですよ。すごいすぐ金のマークできるから。使ってばっかりだからさ。あ、そうだよね。昨日も大事ですよね。大事ですよね。そうか、じゃあまああんまりおっても邪魔するで行こうか。そうですね。じゃあ、じゃあ今日9月1日からオープンだけど、11から15ぐらいまでは休み。なのでここはもう何イザックだもんで、ね、料理がメインだよね。はい、そうね。料理と綺麗な女性が、あと美味しいお米もあるよ。美味しい。ご飯粒。ご飯粒。ご飯粒あるよ。っていうのがまあ売り。はい。で何時ぐらいまで一応やるつもりだ。1時。だけど折ればまあ永遠というか。まあ、ゲームみたいな。で、何、もう何時ぐらいやるの？飯食いたい。6時。寝に食いたい。6時ぐらい。でも、ここで作るからさ、大体4時ぐらいにおると思う。あ、じゃあ、やりながら、まあ、早かったら次の時は。はいはい。うん、あ、全然 OK だよ。融通は何でも聞くよみたいな。もうぜひ来てください。来てください。東海通りの駅のすぐ横にあるから。うん、まだじゃあ楽しみにします。はい。せーの。また見てまた、あ、また取りに行きますね、飲んどるところもよろしくです。はい。お願いします。うん、そうなんだ。うん。Thank you.
はい、どうも。あ、ごめん。ごめん。いけるぞ。ちょっと何あんた、どういうこと？顔だけだ。おちょ、何？ねえ、そうだけど。嘘。あ、何これ。よそっち。うっせえな。ちょっと下の、うん、俺ら2台来た意味をちょっと見て、下で。あ、何これさ、自転車付き？そうだよ。私さ、これなんだろうとか思ってさ、キミちゃん、キミちゃん買ったやつ。中華料理すごくて、ママみたいな。